心七マイナス1は人やその他の霊長類に存在するタンパク質でビューマイナス1遺伝子によって高度される。エブリンとしても知られる。心七マイナス1は細胞融合タンパク質であり、体盤発生に関する機能が最もよく特徴づけられている。体盤は肺の子宮への付着を助け、栄養を供給する役割を果たす。 このタンパク質を高度する遺伝子は内在性ウイルスエレメントであり、霊長類の生殖細胞系列に組み込まれた太古のレトロウイルス感染の残骸である。新シンマイナス1は人、類人猿、旧世界猿に存在するが新世界猿には存在せず、この組み込みは2500万年以上前に生じたもので、あると考えられている。新シンマイナス1は、 競技項目で発現している基地の二つの新シチンタンパク質のうちの一つであり、進化の過程で多様な哺乳類に何度も組み込まれた多くのウイルスゲノムのうちの一つに由来する。ビューマイナス1遺伝子は7番染色体の7921.2遺伝子座に位置する全長プロウイルスアーブウェイ1の内部に位置し、アーブウェイ1には LTR が隣接している。プロウイルス内にはに、 ビューマイナス1に先立ってギャグとポルも存在するがどちらにもナンセンス変異が存在するためこれらはタンパク質を高度しない。シンシチンマイナス1はいくつかの神経疾患への関与も示唆されており特に多発性硬化症における免疫腹として作用している可能性がある。シンシチンマイナス1を介した栄養膜の融合は正常な胎盤の発生に必要不可欠である。 初期の胎盤関門は細胞性栄養膜と合わせ方体性栄養膜と呼ばれる二つの胎盤特異的細胞層によって構成されている。細胞性栄養膜細胞は継続的に分裂を行う未分化細胞であり合わせ方体性栄養膜細胞は完全に分化した分裂を行わない融合細胞からなる合わせ方体である。細胞性栄養膜細胞と 合わせ方体制栄養膜細胞の表面でのシ肢腎マイナス1の発現は細胞融合を媒介する。合わせ方体制栄養膜は発生中の胎児と母体の血液供給との接触面であり、仮想の規定膜、胎児の内皮とともに胎盤関門を形成している。胎盤関門は栄養素と老廃物の交換を可能にする一方で母体の免疫細胞やその他の細胞、 粒子や分子が胎児の血液循環へ通過するのを阻止している。細胞性栄養膜細胞は合わせ方体性栄養膜細胞へと融合することにより細胞老化を強制される。そのため合わせ方体性栄養膜の成長と維持には細胞性栄養膜細胞の増殖が必要である。細胞性栄養膜細胞での新視菌マイナス1の発現は G1。 S, S 期の移行と増殖を促進し、細胞性栄養膜細胞のプールの継続的な補充を保障している。新シシチンという名称は、多角化した原形質である合わせ包帯の形成に関与していることに由来する。胎盤で発現する内在性レトロウイルスエンベロープタンパク質には、他のアーブファミリーの新ナス -2 がある。新ナス -1 の受容体は、 ナトリウム依存性アミノ酸、トランスポーター2である。そのため、シンシチンマイナス1は、レトロウイルルマメリアンタイプ、D レセプターインターフェアレンスグループと呼ばれる、大きなバイラルインターフェアレンスグループに属する。シンシチンマイナス1は RDR 干渉群のメンバーである、ヒゾウエシウイルスの感染に干渉することが、インビトロで示されている。 新シチンマイナス1はアスクド1も認識するが、この受容体は RDR 干渉群の受容体ではない。新シチンマイナス1とアスクド2の変異研究により、新シチンマイナス1の推定受容体結合ドメインが117番から144番残機に同定されている。この領域のアミノ酸配列は RDR 干渉群のメンバーの間でよく保存されている。 すべての RDR 干将軍のメンバーのこの保存領域には SDGGGX にデラックスに R というモチーフが存在し結合に重要な役割を果たしている可能性がある。このモチーフにアスクド2への結合の決定因子が含まれていることを示唆する予備的証拠がシ,ンシチンマイナス1とヒゾ増エシウイルスを用いた研究から得られている。アスクド1と アスクドニの最大の細胞外ドメインである細胞外ループ2には、その C 末端に21残機の人、マウス、ハムスターの受容体間での超過変領域が存在する。大部分の RDR 間渉群のメンバーによる受容体結合の特異性は、この領域によって決定されていることが示されており、人と月子類の受容体の間でのグリコシルカパターンとアミノ酸配列の際は、 RDR 肝渉群のメンバーによる感染に対する感受性の決定要因となっている。新資金マイナス1には、レトロウイルスのクラス I 融合タンパク質と多くの共通した構造エレメントが存在し、風鈴切断部位で隔てられた SU サブユニットと TM サブユニットから構成される。二つのサブユニットは、ヘテロに両体を形成し、二つの保存された システインリッチモチーフ間のジスルフィド結合によって連結されていると考えられている。細胞表面では、このヘテロ2両体は、ホモ4両体を形成していると考えられる。新シ,シチンマイナス1の TM には融合ペプチドとチェーンリバーサルリージョンで隔てられた2つのヘプタトリピートが存在し、これはレトロウイルスのクラス I 融合糖タンパク質と共通する。 シンマイナス1は一回膜貫通タンパク質であり、比較的長い細胞質テールを持つ。細胞質テールを14残形へと切り詰めると、融合活性が増大することが示されており、C 末端領域が融合活性の調節に関与している可能性が示唆されている。妊娠後血圧腎症や胎児発育不全に特徴的な低酸素状態は栄養膜細胞における、 心ンマイナス1の異常な発現と関連しており、妊娠高血圧腎症の胎盤組織では、心ンマイナス1の発現レベルが低下している。心ンマイナス1の発現異常は、胎盤の病態に重要な役割を果たしていると考えられる。ビューマイナス1は、ハーブ、W ファミリーの中で完全に機能的なエンベロープタンパク質を高度する遺伝子座である。 神経組織におけるビューマイナス1遺伝子座からのメッセンジャー RNA とタンパク質の発現は神経変性や多発性硬化症の発症への関与が示唆されている。マルティプルスクラロシスレトロウイルスライクパーティクルのエンベロープタンパク質はビューマイナス1に高度される新視賃マイナス1と高い配列類似性が見られ多発性硬化症の病院の重要な因子として 長年研究されてきた。MSRVM をコードする遺伝子座は未だ解明されていない。また、神経細胞やクリア細胞におけるビューマイナス1の発現異常や、ハーブ W の LDR を介した細胞タンパク質の発現異常が双極性障害や統合失調症の病院に関与していることを示す予備的証拠が得られている。ありがとうございます。